首輪トカゲは、爬虫高有林目トカゲアモクイングアナカ首輪トカゲ、俗に分類されるトカゲ。アメリカ合衆国南西部、メキシコ全長20から35センチメートル。名前の通り頸部に黒い輪状の模様があり、首輪のように見える。オスの体色は、高褐色から青みがかかる緑色。メスの体色は、褐色で、放乱すると、頸部等に赤や、 オレンジ色の反紋が入る。頭部は大型で粉担は突出せず、丸みを帯び、四肢は長い。反砂漠地帯の岩場に生息する。動きは俊敏で、時速 25km で走ることができる。跳躍力も強く岩や小の間を飛び回ることもある。食性は肉食性で、昆虫類、節足動物、小型爬虫類を食べる。繁殖形態は卵性で、 6から7月に1回に2から11個の卵を産む。ペット用として流通されることがあり、日本にも輸入されている。野生個体だけでなく、繁殖個体が流通することもある。縄張り意識が強く小型のトカゲを食べる習性がある。ため、他個体に噛みついたり体格に差があると、共食いしてしまうので、基本的には、単独飼育となる。飼育は、優しいとは言えず、 だんだん痩せ細って命を落とすことが多い。寄生虫の可能性もあるが、本種の場合的高温度が高いため、温度不足により食体を起こすことが多いのが原因の場合が多い。ありがとうございます。